今日は以前やったオールオブミーの4ビートのやり方について少し難易度を上げ、より4ビートらしく聴ける方法の説明をしていきたいなと思っております。はい、どうもです。ベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。今日はですね、冒頭にも話しましたように4ビートの作り方のものをどんどん進めていこうかなと思います。で、曲はこの間取り上げた All of Me というものをそのまま使っていきます。で、この間説明してコードトーン練習みたいなのもやりましたけど、まあそっからしばらく空いているので、もしその4ビートを作りたいなという人は、まあ一応順当に練習されているならば、まあね、もうそろそろ弾けるようになってきたかなというふうにも思っております。でね、中にはそのコメントをいただいた方の中でね、おお、これで4ビートになってる、すげーって言ってくれた方もいると思うんですね。まあでもね、実際やってることっていうのは本当にベーシックなコードトーンだけを弾いていくというものでしたけども、まあそれをね、そんなに難易度は変えないんですけど、ちょっとね、実はここはでもね、またハードルがゴンと一個ね、階段が上がるところなので、ちょっと時間かかると思うんですけども、まあそれをね、ちょっとだけ変えるだけでより4ビートっぽくなるというふうな話の説明をちょっと今日はしていきたいなというふうに思っております。でね、4ビートとかジャズとかってね、今日来られた方、初めての方、はじめまして、どうも、ベースの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日はね、4ビートの説明ということでやってますけども、まあそのコードトーンだったりとか、ベースにまつわるすごく大事なこと、それから音符の読み方、リズムの取り方、なんかね、その都度、逐一ね、いろいろ取り上げて説明しております。で、もちろんね、ジャズの4ビートばっかじゃなくて、ポップスだったり、ロックスとは言わないですね、ロックだったりとか、いろいろ弾ける、ベースにまつわること全般の話もしております。そしてね、またね、ベースだけじゃなくて、音楽にまつわることっていうのも話をしているので、理論的な話だったりとか、まあそういうふうなこと、スケールの話だったり、コードトーンの話だったりとかっていうのもいろいろしております。まあ今日はコードトーンの話をするんですけども、まあそんな感じになってますので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。でね、100回も超えましたけど、一応今まだ毎日投稿続けてるんじゃないかなと思っておりますけども、まあね、だんだん忙しくなってきたのでね、僕もね、普段の生活に少しずつ戻りつつあるので、もしかするとね、バタッと途中でね、途絶えた時にはね、あいつ疲れたんだな、間に合わなかったんだなというふうに思っていただけると、まあいいかなと思いますけども、なんのこっちゃないって話ですけど、まあもしよかったらね、初めての方、チャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思っております。今日はね、4ビートの話をしていこうと思っております。まあそんな感じでね、今日もこの後本編行ってみたいなと思います。では、行ってみましょう！ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。よろしくお願いいたします。ではですね、今日はですね、早速オールオブミーを弾いてみようと思うんです。で、コードトーンを練習されてると思うので、まあ1回目は、ワンコーラス、そのままオールオブミーを、この間話した方法で1回やってみようと思うので、皆さんよかったらね、一緒にやってみましょう。これはね、バックの音とか特に流さずやっていこうと思います。どうしようかな。テンポ100でいってみましょうか。まあ、もしよかったらお付き合いください。今までやってきた方法だけでやります。いきます。 one, two, three, four.
回どうだったでしょうかね。今までやってきた通りですね。ちょっとテンポが100で早いと思うので、まあ難しい、ね、ちょっとわちゃわちゃした人もいるかもわかんないですけども、まあね、この1週間しっかり、1週間かな、2週間前かな、しっかり練習してこられた方はね、結構できるようになっていてる人も多いんじゃないかなと思います。で、ね、もしね、できなかったっていう人ね、落ち込まなくていいです。やっぱりね、これ結構難しいので、しっかりと時間かけてやってあげてください。で、その間にね、8ビートとかもやってるのでね、まあ結構ボリュームは多いので、まあちょろちょろ他のことやりながら、これもたまにやってあげるといいんじゃないかなと思ってます。で、まあ今さっきのこの流れだけでも結構4ビートに聞こえたと思うんですよ。で、4ビートに結構聞こえたと思うんですけど、やっぱり、もうちょっとこう4ビートにしたいなっていうのがあります。で、それにはいろんな段階があるので、まあ一直線にボーンと難しくするのはね、やっぱ皆さんついてこれないとダメなので、ちょっと難しくします。で、ちょっと難しくするっていうのは、どういう風なことなのかというと、極力、その、ルートからの音っていうのを、こう、綺麗に、こう、なんていうのかな、繋げていくような感じにしていきたいっていうのが、意図があります。そういえば、今、ちょっと思い出したんですけど、前、この、4ビートの話をした時に、そういう風な資料を作ったので、10枚で販売しますみたいな感じで、言ったと思うんですけど、その時にはノートで載せなかったんですよ。なんでかっていうと、それ2年前に僕書いた資料なんですけど、改めて、今回読み直したら、僕もその2年間の中に教えていくその手順みたいなのが、こうよりこうアップデートされてって効率よくなってきてるんですよね。なので、今だったらもうちょっとその方法じゃなくて、もうちょっと一部こう改良したものの話をしたいなと思って、実言うとこの改良したものを今日ついに下に乗っけてます。売ってます。ノートで。で、これ結構手間かかってるので、ノートもそうなんですけど、もしよかったらこれ Kindle とかなんか本をね、短い短編集みたいなんで出したいなとかって思ってるぐらいのものなので、ちょっとこれお高いですけど、今回500円で出てますので、もしよかったら見てみてください。この、一応この、ベースのね、動画で捉えてる流れの一連のものをこう、まあ、まとめて売ってる、本にしてる、まあ10ページの短い本にしてるみたいな感じなんですけど、もしかしたらもうちょっとページ数長くなってるかもわからないです。今編集中なので、まあ、絶対その今日のね、アップするまでには間に合わせますので、売ってますと今言い切りましたけど、なのでね、もしよかったらね、買っていただけると嬉しいなと思います。目で見て、動画で確認して、でやっていくと、非常にわかりやすくなってるんじゃないかなと。なかなかね、こういう4ビートの作り方の、本っていうのはね、僕が知る限り売ってないと思うので、誰も出してないと思うので、もしよかったら買っていただけると嬉しいなと思っております。でですね、まあ話がだいぶそれましたけど、じゃあこれ今回どういう風にしたいかというと、例えばですね、C をこう、こう弾くじゃないですか。次 E をここに行くんですよね。で、これはまあもちろんね、こう音がこう C って、まあ例えばこう変音記号で書くことないですけども、変音記号でこうこれを書いたとすると、まあ C からこう音がビューっと上がってってんで下がってきてるわけですね。で、下がってきて、で、まあ、E のところで E の音なので、またね、近くから行けるわけですよ。で、そうするとね、例えばこう、次。ここで終わるわけですよね。8つの音なので。4つ、2小節で8つの音なので、ここで終わると思うんですよ。ここって何の音かって言ったら、まあ、具体的に言うと G シャープの音なんですけども、そうすると次スタート、皆さんがスタートしてた A ってここだと思うんですよ。で、必ず今、上がって下がって上がって下がってってやってたと思うんですよね。で、そうすると、ここのものっていうのは結構遠いんですよね。そうそう、どういうことなのかっていうと、これもっとこの今の G シャープからもっと近い次の A の音、ルートのコード、A7 の A の音っていうのがあるわけなんですよ。そこってどこなんかだったら隣にあるんですよね。で、こっからだと、こう、形が作れて上に上がってきないので、じゃあどうするかって言ったら、下がって上がります。具体的に E7 からやってみます。E7 で上がります。で、次 A7 で。こういうような感じになります。で、これは、E7 で上がって、近くにある A から下がって上がる。まあ、見た目はこう、上がって下がってるように見えますけど、音が下がって上がってるので、そのような感じで説明しています。で、このような箇所が、複数個あると思うんですよね。で、もっともっと言うていくと、厳密には話をしていくとですよ。今 C の音もこう上がんのから言って下がっていきましたけど、これだって別にルールはないわけなので、下がって上がって上げてもいいですね。E だって。
行ってもいいわけなんです。ただそれをちょっとやってしまうとめちゃめちゃまあ両サイドからやって、まあ本来ならやるとね一番いいんですけど、あの時間もかかるし、めちゃめちゃ難しくなるので、今回はそのよいしょよいしょのポイントのだけを話していきます。例えば今回だったら、まず E7 から行って、この隣に A があるよねって、A7 で下がるよっていう感じのものになってます。で、どうしてもやってほしいポイントだけ、今日、まあまあ結構時間が回ってるので、今日と明日で2夜にわたってその説明をするので、それを意識して弾いていってみてください。で、今日はもう一個だけ、もう一箇所だけ話していきます。一応僕がおすすめしているものとしては、E7。で、次、A7 は下がる。上がる。で、マイナーはこっちから行く。で、上がる。で、そっとすぐ横っちょに E7 がある。そっと次、Am なんですけど、ルートは一緒なので、同じく、下がって上がる。で、Dm。今回は、Dm は一小節分しかないので、ここまで行きます。そうすると今まで G7 ってこっから弾いてましたね。この3フレットね。で、これもすげえ遠いので、やっぱ近い G7 で下がってあげる。そうすると次 C のとこに行ける。っていう感じになってますね。で、最後に、テンポを、まあ、これ80にしようかな。80で半分までなので、半分まで今日演奏して、で、最後締めの言葉でやって、残りの半分の説明はまた明日やりたいなと思います。それと全部通したらどんな感じになるかっていうのの演奏は明日演奏したいなと思うので、よかったらチャンネル登録していってください。では、最後に80だけ、80で半分だけやってみます。今日の上下のやつを今さっき言ったとこだけ折り混ぜていきます。いきます。1、2、3、4。ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。そんなこんなでね、今日はね、言ってることはシンプルですごくわかりやすいと思うんですよね。しかし、いざやってみると、結構、おろってこんがらがってしまうと思うので、いきなり最初はね、クリックを出さずに、そのね、つなげれるところだけしっかり練習してあげるといいと思います。そして、よくね、ありがちなのが、上がって下がっていくと、下がってくるときっていうのはもう当然のように分かって弾いてるんですけど、下がってから上がろうとも、下がんのをいきなり最初にやろうと思うと、形があれあれ、どこだったかなっていう方が結構な割合でいます。なので、もしあれだったら、そのコードトーン練習っていうのを、今まで上がって下がる練習ばっかりでしたけど、下がって上がるっていう練習を何回かやってあげると、いい感じで弾けるかもわかんないです。まあ、そんな感じでね、まあね、コツコツやっていただけたらなと思います。明日は、残りの半分を取り上げていこうと思います。実を言うと、残りの半分の方が難しいです。で、残りの半分終わってワンコーラス全部通せるようになったら、それをまあこの間みたいにピアノの音と一緒のような感じで流して、実際どういうふうな感じになるかっていうのを、見ていただこうかなと思っております。まあそんな感じでね、今日はこの辺にしたいと思いますね。初めて見られた方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。そんなこんなで、今日は終わりにしたいなと思います。ちょっと疲れてきたのでね、噛んじゃいました。ではまた、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。